はい、皆様おはこんこん、どうもどんぐりです。プロ野球スピリッツ2015実況プレイパート7ですかね。田中将大サムライドで、今回はロッテ戦、まあ前回言ってたよりロッテ戦を取っていきたいと思います。まあね、クライマックスシリーズはちょっと厳しいですかね。もう三強三弱みたいになってますからね。それにしてもセリーグ面白いですね。広島はいいとしてもベイスターズ中日が勝ってね、まあ巨人阪神が最下位ってことでね、まあそうなんですかね、戦力的にもそうなんかもしれませんけどね。ここあれしときましょうか、あれ調子上げときましょうかね。まあ好調ってことでいいじゃないですかね。さあロッテ戦、まあロッテが一番打線的には楽なんですかね。それにしても数は俺が試合出た時毎回エラーしますからね。めっちゃ腹立ちますよ、ほんと。でもなんでショート、一回ね、ショートウィラーってことがあってね、いやもう勘弁してよ、みたいなね。ウィラーですよ、ほんと。まあいいんですけどね、別に。それにしても、なんかちょっと起用、デーブ監督の起用が微妙ですね。これじゃ勝てないですね。まあ、打線的にもね、いいピッチャーそこまでいないですね、今の楽天。よくあの2013年優勝できましたよね、今思えばね。まあ、ぼちぼち戦力も整っていかないとダメですね、やっぱりね。ってことで、今回もパーフェクト相手に。完封頑張っていきたいですね。まあ一応、打はパーフェクトってことでね。相手の打線はパーフェクトってことでね。さあやっていきましょう。まあね、2回連続勝ちがないんでね、勝ちそろそろ欲しいですね。まあ最多勝とか別にタイトル狙ってるわけじゃないんですけど、まあ最多防御率は取れるかなって感じなんですけど、どうなんでしょう。まあロッテ戦なんでね、ここは一発ね、一発というか、一勝欲しいですね。二桁乗せたいですね。オッケーじゃないんですけど、それにしてもまあロッテって足速い人多いですよね。なんかどっしりしたバッターで少ないですよね。それこそデスパイネルぐらいですよね。お、今日は山崎、このサードゴールでギリギリですもんね、本当。藤田、カズオ、もう見えなかった。でもカズオでしょうね、サードが山崎ってことは。山崎でそこそこ守備はいいと思うんで、うわ、いい当たり、今のはいい当たりでしたね。渋いな。結構僕デスパイネ好きじゃないんですよね。チームに貢献する活躍を見せました。すいません、ヒットでランナーを一塁に置いています。ナイスボール。ここは長打が怖いからシンキングファーストかな。これはいけません、ね、すごい落としましたね、ボコッと、ね、そしてバッターボックスにはなんか今日もが入ります。よし、ナイスボール。彼はしっかり抑えておきたいですね。さあ、いやー、そのあたり、わー、初回から満塁ですか。送球するイーグルス。渋いな。ここは確実に、どうしよっかな。まあ、ゼフ長っていうのは一番ありがたいんですけどね。それボールですか。オッケー、ナイスボール。スライド苦手。よし、ナイスボール。スプリット振ってくれたら楽なんですけどね。よし、よし、なんとか。やっぱり迷った時のスプリットですね。お、今回は、お、すごいですね、2点も入れてくれた。やっぱりあれですね、動画で撮るのと勝手にやるのとは違いますね。前回のゲームではあれですよね、まあ言ってしまえば、そのさてイーグルスの先発は田中、普通に動画撮らない時やった時はもう相手最弱にしてね、もう絶対勝つみたいにやってもいいんでしょうけど、なんかね、このパーフェクトを相手にね、こう必死にやるっていう、その編集時間待ちながらねやるっていうのもね、なかなか面白いんですよね。 OK、 ワンアウトです。吉田好調って言ってましたよね。僕的に田村出してほしいんですけどね。あれ、2試合当たりが出てない、なんか吉田を気をつけろみたいなこと監督言ってましたけどね。デーブもよくわかんないこと言いますね。改めてお聞きします、この吉田どういうバッターなんですか。まあ今年はね、一ハムがめちゃくちゃ強いみたいですね。これはどうか、あー、これ絶対間に合わない。あ、間に合う、うわ、間に合った、ラッキー。
9番誰ですか。あ、クルーズですか。クルーズ、いやー、嫌な打線ですね。9番にクルーズ、打順ついてますね。9危ねえ。クルーズ9番打順つくんですね。それは知らなかったですね。ロッテは今どうなんでしょう、まあ、そこそこの調子の良さ、うん、まあぼちぼちといったところですかね。最下位でしたっけ。あれ結構毎日ハイライトは見るんですけど順位忘れましたね。危ね。別にフォークボール系得意じゃないのにあの当たりはやばいですね。よく見ています。ボールの時のあの見逃し方の、うん、まっすぐさっていうのはすごいですね。よし、ショート。これはどうだ。いや、ナイスプレー。さすがカズオ、やっぱりショートじゃないとね、カズオはね。オッケーオッケー。今回はまあ危なげなくって感じでしたね。まあ2点あればね、うん、なんとか、うん、ぼちぼちいけるんじゃないかなと思うんですけどね。でもあれですよね、コンピューターってその打たれないときは打たれないですけど、一回打たれ出すとずっと打たれますもんね。あれは何なんでしょうね。2番バッター岡田、絶対そういう、うん、なんかコンピューター操作みたいなのありますよね。まずは先頭バッター、大丈夫、岡田足早いよ。よし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 、今のところ危なげないです。まあ1回以外はね。3番バッター鈴木、いや鈴木大地3番っていうのもなかなかありですね。今年からキャプテンでしたよね、鈴木大地選手。から今 C って書いてたら多分キャプテンですよね。まだ若いですよね、きっとね。やっぱりいい選手が伸びてくるっていうのはいいことですね。よし、これはどうか。どうだ。あ、俺が行けばよかった。あ、アウト。ラッキー。そんな足速くないですね。いや、マーク仕事しろよって話なんですけどね。お、ようトーン取ってくれますね、今日はね。うん、やっぱり最下位相手はちゃいますね。なかなかいい感じ。これで3点あったら3ラン打たれても同点なんでね、これはありがたいですね。ナイスボール。まあね、その大谷翔平の企画の時もそうなんですけど、序盤はいいんですよね。序盤は5回ぐらいまではまあね、その危なげなくいけるんですけど、うん、あれなんですよね、その6回ぐらいちょっと投手が疲れてきたぐらいからがちょっとね、パッとしなくなるんですよね。でもやっぱりマー君はその能力の高さとかいうのにやっぱりなんかこう躍動感がありますよね。すごくやっててやりやすいというか、まあ、皆さんもねこれを見てあやりたいなと思ってやってくれたらいいと思うんですけど、まあ楽しいですよ、なかなか気持ちがいいというか。ナイスバッティング、それはいいバッティングだ。ハフマンその流し打ちうまいですね。さっきもライト前打たれなかったですかね。で角中、角中が一番厄介なんですけど、ゼフ長っていうのが今回ありがたいですかね。ナイスボール。で結構フォークボール振ってくれるんですよね、この通りね、うん、なんかぼちぼち振ってくれるっていう感じね。中村翔吾、この選手知らないですね。危ない危ない。誰でしょう、有名なんですかね。まあでも先発するぐらいですから、それなりに有名なんでしょうね。うわ、危ない危ない。よし、うわー、うまいこと抜かれた。ツーアウト取ったのはいいものの、ここで次田村でしたっけ、吉田でしたっけ。うん、ここはしっかり抑えたいですね。よし、ショート、これは打ち取ったやろ。オッケー、なんとかなんとか、うん、なんとか点やらないピッチングですね。よし、ナイスボール、ナイスボール。まあ3点が限度ですかね、楽天打線的に。でもね、その打線弱いんですけど、安打数とかホームランキングとかはね、1位取ってるんですよ。銀次とかね、まあまあ銀次ペーニャ3番4番よく打ってくれる、藤田銀次ペーニャそれなりに打ってくれるんですけど、まあ下位打線がこう見くつですね。ソフトバンクとかね、まあ、日ハムでやった時はバンバン点取ってくれてたんでね、まあ、そのおかげで勝ち星も増やしてたかなっていうね、まあ、そういうのもあると思いますけど。打ちました。マジか、ベストピッチをあんな綺麗に持っていかれたらちょっと萎えますね。はぁ、打順は1番に帰ります。そうですか、バントしてくれたら楽やな、荻野は。うわー、ワンバウンドヒットになりました。ノーアウト1、2塁は厳しい。1点、ノーアウトランナー2塁1塁、1点までですね。バントですよね、バントじゃないんですかね。イーグルス連打でランナーを増やしています。バントする気ゼロですね、岡田。ここで打線に打ちました。ゲッツー取って2塁を送ります。どうだ、セカンド、よーし、でかい、ここのゲッツーはでかいよ。
おからでゲッツー取れたのでかい。怖いバッターですね、本当。うわ、危ね。どうしよう。スライダーで一旦外しておきますか。振る気配ないですもんね。この大きなスライダー、ちょっと使いどころ難しいですよね。ラキラキ。フォーク。クリーンナップですね。いや、振る気配なしか。4番の方が今日当たってないですよね。おー、ラッキー。なんか全然合わなかったですけど。まあ、ラッキー、ラッキー。抑えたもん勝ちですからね、この世の中。いや、ノーアウト1、2塁を無得点はでかいですね。さあさあさあ、もう6奪三振、いい調子じゃないですかね、無失点。こっからですね。6回、7回が厳しいんでね、8回、9回はね、案外ね、いけたりするんですよね、本当。それボールとして取るか、審判。あの、何なんでしょうね、あの戦場の取るときと取らないときの差は。同じコースだと思うんですけどね、その今のフォークボールとスライダーはね。バッターよく見ました。今の振ってくれると思ったな。スライダーですかね、迷ったときの。ヒットになった。厳しいな、それは。二塁へ送球する。配球悪いんですかね、僕のね。皆さんどうなんでしょう、どうしたら抑えれるとか教えてくれたら嬉しいんですけどね。さあ、イーグルス。やっぱり配球が悪いんでしょうね。こういう場面を抑えていくことで勝利が近づいてきますからね。そうじゃない、そう。ハフマン2回連続打たれてるんでね、ここ三振とか取ってるありがたいですね。落ちる球を見極めました。全然振る気配ない。これは外れます。これでフルカウント。よし、いいサードゴロ。OKOKOK。なんとかなんとかワンアウト。やっぱり1個アウト重ねるというのはでかいですね。で、今日2三振ですよね、角中。ここ、安全地帯として打ち取っておきたいっていうのが、一番理想なんですけどね。ラッキーラッキーラッキー。うわー、絶不調じゃなかったら確実今スタンドに持っていかれてましたね。んで、吉田違いますね、山崎、中村。中村嫌なバッターですね、こう見るとね。流し打ち持ってるっていうのはいいですね。スライダーがね、ピンチになるとね、よう曲がりすぎるっていうのはちょっと気に食わないんですよね。あ、振らないか。まあ振らないのは厳しいですね。ナイスバッティング。そのシンクファースト打たれたらしゃあないですわ。しゃあないしゃあない。まあ3点取ってくれてるんでね、この3点を有効活用しましょう。代打、うわ、井口なんて出さなかったんでしょうね。中村の方が良かったんでしょうね。わーお、そのストレートを一、二塁間に持っていけます、内角のね。本当わかんないですね、この野球っていうスポーツは。よし、ナイスボール。一気に逆転ということもありえますからね。スライダー。なるほど、そうですね。よし、それ振ってくれたな、ありがとう。よし、ショート。変化球打った。よしよしよし。なんとかなんとか。まあ、失点はしゃあないでしょ。こんな完封できるとか思ってないんでね。交代ですか？交代じゃないですよね。びっくりした。もう1点欲しかったですけどね。力投が続いてるんですが、ベンチのリリーフは考えてるんでしょうか。まあ、ここで失点がいいですね。ここを耐えれたらなんとかいけそうですね。本当。うわ、ナイスボール。いやいやいや、まだ87球、スタミナガンガン余ってるから、まだ生かしてほしいですね。落ちるボールは、ロッテ打線、全然フォークボール今回は振ってくれないですね。よし、なんとかなんとか。岡田が今回ブレーキなんでね、大体僕岡田に打たれる傾向あるんですけどね。とかいらんこと言うと打たれるんですよね、本当に。そういうこと言うと打たれるんですよ、本当。よし、ナイスボール。フォーク。いざとなった時のフォーク。これ振ってくれたら楽ですね。でかい。ここ3人で切りたいですね。デスパイネでランナー相手は出したくないですね。OK。下位打線はね、まあ、なんとか抑えれそうなんでね、これ上位打線だけは。よし、まあ今回鈴木大地は抑えてるみたいなんでね、ぼちぼちね。今のはいいとこじゃなかったですね。ここはゾーンを広げて対応してきますから、ボール気味でいいですね。なるほど、そうですか。シンキングファースト投げたいんですけど、当たりやすいんでね、あれね。
どうだ、よくナイスプレー。いやー藤田やっぱり最高、これ守備範囲の広さ定評ですね。もう1点、お嬉しい。うわ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 、どうしたどうした急に。まあ、これは10勝目もらいましたかね。うん、バッターボックスにはよかった。7点はいつも取ってほしいですね。てか分けていいんでね。ホームラン伸びていく、どうだどうだ、二塁へ送球、スパイネ苦手ですね。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。なかなか渋い感じですね、デスパイネは。打順は5番ハフマン、大きくリードしてますから、まずは一つアウトが欲しいですね。なるほど、そうですね、そうですね、勝ってるんでね。あっと、これは惜しい、ボールか。シンキングファースト高め、どうだ、ナイスボール、いいボールだね。ワンボールツーストライクです。よし、空振り、ここは空振りでアウトを取りました。角中ですね。まあ、イーグルスとしては、そのボールがちょっと曲がりすぎるのは気に食わない。ナイスボール。なるほど、そうですね。シンクファースト。ナイスボールか。バッターの角中、今シーズン得点での打率は2割7分3厘となっています。食わないか、今日は。数字だと思いますね。よし。ナイスボール。2球スプリット来るとは思わなかったでしょうね。さすがに追い込む。2、3では考えない。先ほど打席でタイムリーヒットを放っています、うん、ライト方向を流しました。よしよし、これはどうだ、スライダー、ナイスボール。手が出ないか、ストライクを取ります。高め決めしておきましょう。ここはあっという間に追い込んでいます。よし、これフォーク振るでしょう。お疲れ様で誘ってきたんですが、バッター動きません。全然振る気配ないですね。いやー、シングルファースト、さっき打たれたけど、またファウル。うわお、すぐ高め、よし、ナイスボール。8回もなんとか。どうでしょう、9回は変えられるんですかね。完投しろってことでね。まあ、いらんことしてね。うん。たまに6点とか7点とか取られるときありますからね、1回でね。選手もね、まあ、お、田村に変わってますね。よし、ファール、ファール。そうですよね。まあ、あと3アウトなんでね、まあ、なんとかやりたいですね。まあ、でも、パーフェクト相手に結構、うん、いいピッチングしてるんじゃないかなと思いますね、最近はね。うん。なかなかいい感じ。よし、ナイスボール。マンク尻上がりついてるんでね、そこがありがたいですよね、一つね。うん、やっぱキレが増すっていうのはね。インサイド落ちました。この人もクルーズってなんか打たれるイメージありますね。まあ打順ついて、今逆境ついてますからね。うん。ここもファールです。なんかあんまり空振りしないイメージありますね、クルーズは。ここは落としてきました。どうしよう。さっきスライダー振ってましたよね。もしかしたらあるかもしれない。この球は外れています。全然なかったですね。スライダーが苦手、うん、スライダー投げておきましょうか。苦手なものはね、活用していかないと。全然苦手じゃないやん。全然苦手じゃない。これで3試合連続のマルチヒット、ワンアウトランナー1塁となりました。もうほんま、たまらんわ。あんな綺麗にライトにも運ばれたら。ヒットでランナーを1塁に置いています。新球ファーストを引っ掛けてくれないですかね。振らない、膝元へ決まります。ノーボール2ストライクです。ああ、いい落ち方なのにな、フォーク。うわ、当ててくるぞ、これを。素晴らしいですね。いやー、3球連続スプリットは読んでなかったでしょう。打順は2番さあ、岡田13、何言ってるか分からない。13奪三振、オッケー。なんとか勝ちましたね、今回はね。うん、よかった、ほんまに。いや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 、あーはー、ウィラーすごい顔してますね。あれウィラーかどうか分かりませんけど、お、なかなか、うん、完封はできなかったですけど、まあなんとか1点にしのいで、序盤に3点取ってくれたっていうのがね、気持ち的に楽でしたね、今回は。うん、よかったよかった。10勝目、やっと10勝目上げれましたね。なんとかね、ずっと足踏みしてたんでね、9回1失点ってことで。デーブはお前、俺にいろいろ文句言う前に、ちょっと戦力を考えろっていうかね、作戦を考えろって話なんですけどね。まあ、この成績のやつはあまり伸びないですよね。これどうなんでしょう、めっちゃ新人とかでやったら伸びるんですかね。まあ、新人で今度やってみたいですね。うん。まあ、強い先生ばっかり使ってやるのも面白くないですからね。お、お金。マー君に、マークの年収が1000万ぐらいしかないっていうね、信じられないですけど、まあね、今回はね、なんとか、うん、リーグトップの10勝目いただいたってことで、まあ、防御率もね、ちょっと下がってよかったですね。でね、今回はこれぐらいです。また次回やっていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。なんとか今回は、
関東勝利10勝目もらったということで、まあ、動画的にも良かったんじゃないかなと思います。それではね、また言ってくれたら嬉しいです。それではね、さようなら。